お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。日本並べておりますが、こっちの酒はまあともかくとして、今これをとことん飲んどります。とことん飲んどりますと言うてもわずか、このぐらいで、次はこのぐらい、我ら熱燗小僧の会でありまして、もうまあこんなこともありかなと、搾りたて生原酒を氷ロックで飲むということで、まあ割り水してもその氷入れて飲んでも味が薄まらんというか、まあ薄まるんですけど、なんちゅうか、ただあすなんつうんだろう、ほんと薄まってしもたなっていう、そういう酒にならん、何か、アルコール度数が下がっても酒としてのちゃんとした味が残る、それはその要素は何かなと思っとるんですけど、よくわかりません。例えばまあこの青いラベルの酒の親玉でもねえけど、木本作りなんつうのだと、おそらく独特の味があって、アルコール度数が薄まっても下がってもしっかりとした酒の味が出とるんだと、残っとるんだと思います。まあこの純米吟醸生原酒今朝搾りなんかも、まあ即上元なんですけども、いい味が多分残るんだと思います。ちっとぐらい割り水した程度でも、一度割り水した程度では、薄まらんというか、いやロックがいいんだかな。熱燗小僧がなんか聞いて呆れるけど、今朝搾りの今朝搾り、純米吟醸生原酒の今朝搾りのロック、いいです。味がしっかり残っとる。酸味はいくらかやっぱり薄まったみたいな気がしますが、そんだらこれをそのまま缶してみたらどうなるか。氷で、割り水したことになるわけで、かなり薄まると思いますけども、まあ、もうちょっと酒入れといて、それで缶したらどうなるかということをやってみようかと。いうことです。じゃあ次はこれをそのままカンタロウくんにあげて返してみます。一旦切ります。はい。